はい、皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですね、冒頭見ていただきましたようにケンタッキーさん行ってまいりましたよ。そして買ってまいりました、期間限定の新メニュー今日はということでケンタッキーバースデー、こんな感じで早速始めていきましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、ゴンタが前買ってくれたやつ、名古屋赤味噌ラガーですよこれ結構うまいからね。では早速いただきましょう。はい、そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、ちょっと泡多めですね黄金比率1対1っていう感じですけれども、まあいいでしょうでは行きましょう。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。行きます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい、やっぱり赤味噌はうまいね。ようわからんけど、そんな感じです。はい、そして今日の一品目っていうか、もう今日はねパックを買ってきたんで一箱しかないですよ。早速開けていきましょう。はい、そして開けて一番上にあるのはフライドポテト。これね、ケンタッキーさんのやつもうまいからね。ただやっぱりテイクアウトしてきたんでちょっと冷めてる感じですよ。もうかなり冷めてる感じ。ということで今日も出てもらいますよ、屋台横丁。今日も焼いていきますよ。はい、では屋台横丁が温まってまいりましたので焼いていきますよ。やっぱりケンタッキーさんの方がポテトが太いんで、なんか落ちにくい感じやね、うん、安心して置けるっていう感じ。マクドナルドさんのやつはちょっと細めなんでね、何本か落としましたよ、この網目から下にポチャンとねはい、では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じなんで食べていきたいと思います。まずはこれからいただきますよ。めっちゃ熱そう、やばいよ。はい、お、うわ、うん、あ、めっちゃ熱いけどめっちゃホクホク、うん、やっぱり太いだけあってね、中がすごいホクホクになるね。うまい、やばい、そんな感じです。はい、さらにもう一本いっときますよ。これやっぱり熱々になってうまなったね。いただきますよ。うん、ビールに合う。はい、では一番上のポテトを食べたんでその下行きましょう。こうか。はい、出ました、これが期間限定の新メニュー、グリーンホットチキンですね。早速焼いていきましょう。はい、では焼いていきますよ。
はい、これ初めて見るやつやけど、そら新メニューやから初めてやろね。グリーンホットチキンっていうからには辛いんやろね。ちょっとどれぐらい辛いのか興味あるけど、まあとりあえずまずは焼きますよ。もう冷めてるんでね、少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたんで食べていきたいと思います。まずはお皿にとってという感じですね。ではいただきますよ。はい、ではグリーンホットチキン食べさせていただきます。辛いのかな、ようわからんけどいただきますよ。あっ、うん、めっちゃ熱々。うん、あー、サクサクでうまいね。そして1本目終了、そんな感じです。はい、今日の2本目はこれ、札幌黒ラベルですね。ではいただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについでいきます。はい、チャンネル登録お願いします。してくれるとめっちゃ嬉しいです。では2本目黒ラベルで乾杯。うまい、やっぱりケンタッキーやとビールがうまいね。そんな感じです。はい、そして2本目の乾杯してる間、冷めたらやばいんでここに置いときましたよ。さらにいただきますね。じゃあ熱々ではいただきます。はい、あっ、あっ、熱々、熱、うん、やっぱり熱いとビールが進むくん、そんな感じです。はい、さらにもう一口いただきますよ。あ、うん、うん、これはピリ辛やから、やっぱりビールとの相性いいね。そんな感じです。はい、そしてこの食べ比べパック、一番底にあるのはもちろんこれですよ。これですよって、はい、見えましたね。まあこれがないと始まりませんからね、ケンタッキーはね。ケンタッキーのオリジナルチキンです。これも焼いていただきますよ。はい、オリジナルチキン焼いていきます。はい、もう一つあります。これね、このパックはオリジナルチキン2つとさっきのグリーンホットチキン2つ、そして S サイズのポテトというセットです。それでお値段1200円です。では少々お待ちください。
はい、ではいい感じに焼けてきたみたいなんで早速いただきますよ。めっちゃ熱々になってる。見てこの熱々、これやばいよ。本当オリジナルチキンも焼くとさらにうまさが増すからね。では早速いただきます。はい、ではいただきます。やっぱりオリジナルチキンめっちゃ美味しそうに見える。焼くと特にね。もちろん間違え Nothing。 そんな感じです。はい、さらにいただきますよ。もうちょっと笑いしか出ないっていうくらいうまいね。ビールに合うこの世界で一番のものやね、ケンタッキーのフライドチキン、オリジナルチキンがね、多分地球上で最高にビールに合うと俺は今日確信したよ。そんな感じです。ああ、オリジナルチキンうまいね。ほんとビビるわ、改めて思うね。ところでサルキチ君、サルキチ君は今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、サルキチです。ヤーチンさん、これはもう説明するまでもなく毎日飲んでるキリンの喉越し生ですよ。これどうしたかっていうと、もちろんそこのケンタッキーパクついてるオーバハン、あのオーバハンにね、あなた今日も言われました。オーバハン、今日なんかヤーチンさんがケンタッキー買ってくるって言ってたから、今日は苦いビールでたまには飲まさせてくれよって言ったら、キロリと睨んでる。サル、お前ら何偉そうなこと言ってんねん。ノルマ一回でも達成したんか。おい、そこのちっちゃいサル、私にな意見言うんやったらその前に一日30本飲んでみ。わかったか。もうそれができるまで二度と喋りかけんな。あるいはコツコツ何本かずつ飲んで、家にある喉越し生なくなったらそん時言ってこい。わかったか。今度そんな中途半端なことで言ってきたらしばくって言われたんです。めっちゃ怖くてね、サルちゃん今日もまたおしっこちびりました。そんな感じやけど、やっぱりしばらくのとこし生毎日飲むしかないみたいですよ。そんな感じやけど、まあのとこし生が嫌いなわけじゃないんでね、まあこれはこれなりに嬉しいんですよ。まあ飲めないよりかもう100倍ぐらい嬉しいですよ。そんな感じのサルちゃんです。以上。サルちゃんそうやったんやね。今日もおしっこちびりましたか。よくちびるね。まあちょっと落とされるとすぐちびるからね。まあそれがサルちゃんやけどね、と言いながらふと時計を見ると、まあまあやばい時間に入ってるんで、そろそろ終わりたいと思いますよ。
まあ今日はこれ紹介しとこう。今日もあります、野菜ジュース、そして免疫力を高める R1 もあります、そしてもう終わる前に一応ね、今日食べ比べやったみたいで、まあ食べ比べパック買ったからね、まあ一応言っとくと、まあ多分100人いたら100人とももう結果分かってると思いますが、まあオリジナルチキンの圧勝でした。まあ別にグリーンホットチキンがねまずいわけでもなく、結構うまかったよ。ピリ辛でうまいけど、ちょっとオリジナルチキンのレベルが高すぎるね。まあ地球上で一番やと俺は思ってるからね、さっきも言ったけど。そんな感じで、まあそういうことが今日の結果ですということで今日はこの辺にしとこう。今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。イエロピクー。